神社の鎮座する岩木山岩木神社は山口県光市大和園殿にある神社。式内社で旧社格は剣社。古代山城の石城山交合石で知られる岩木山の山頂部に鎮座する。現在の祭神は次の三柱。延長5年成立の演技式新明庁における祭神の記載は一座。かつては祭神の本事物として大山積神には 釈迦如来、雷神には、普賢菩薩、高尾神には、文珠菩薩が当てられていた。岩木山、皇后石創建は不詳。社殿では、微脱天皇三年に、君宮家の辻が、当地にいたり、岩木宮の直学を賜ったことにより創建されたと、する。岩木神社の鎮座する、岩木山では、古代山城である石城山皇后石の築造が、知られる。岩木山、 神語石に関して文献には記載がなく、その機能時期は明らかでないが、社名の岩木から神社と山城に関係があったものと推測されている。また、境会社の上成社が本来の岩木山の神であったとみて、山城築造に伴い朝廷から大山積神、大神、高尾神が誕生され、上成社に代わる山城の守護神として岩木神社が創建されたとする説もある。 国史では、上岸9年に、岩木神の神会が、生後以上から十四位下に少女された旨が、記載されている。また、延長五年成立の、演技式新明朝では、諏王国熊毛群に、岩木神社と記載され、式内社に列している。軽く三年三月の、王い岩木宮神官会では、神社にかかる、紛争のことが見える。 文明元年7月には、大内正宏により現在の本殿が造営された。この本殿は、永正11年に、大内義雄により、明暦2年に、毛利綱広により、完成10年に、毛利人志望によりそれぞれ修復が行われた。また、安政4年には、毛利高地下により、拝殿と神護寺に大門が造営されている。近世には、 いわき山式内三社大権源と称され、いわき山を山岳霊場とする信仰が形成されていた。明治維新後、明治六年に近代社格制度において校舎に列し、大正二年に県舎に昇格した。また、かつて神社の西側には別当時の石、城山社内信五寺があったが、明治三年に廃寺となっている。本殿現在の本殿は、 室町時代後期の文明元年の造営。大型の炭切りかすが作りの建築である。形式は下田雪三軒、張間は正面一軒、背面二軒、つまりで屋根はコけら吹きとする。カエルマタなど随所に室町時代の特色が見られる。建物内部は五一軒を内陣前面二軒を外陣とし、内陣は一段高くする。この本殿は、 不指定の宮殿一基、胸札二枚と合わせて、国の重要文化財に指定されている。なお、本殿の建築形式について、墨木入りかすが作りとする資料と、正面入りもや作り、背面、切り妻作り、妻入りとする資料とがあるが、両者は実質的に同じ形式を指している。墨木入りかすが作りとは、かすが作りの一種で、三社と久しとの間に、墨木が入るものである。 境内の西方には、かつて別当時の新五寺があった。幕末には、この新五寺に、第二騎兵隊の本陣も置かれていたが、新五寺は、明治3年に廃寺となって道具は失われ、残る参道の二王門は現在では、岩木神社の随神門として使用されている。スカ社、節磨社として、次の二社がある。ありがとうございます。